マトリックス、映画。マトリックス、ザ・マトリックスは、1999年のアメリカ映画。もしくは、それ以降のシリーズの総称でもあり、この映画を題材にしたアメリカンコミックのこと。1999年9月11日日本、公開。SF 作品であるが、カンフーファイトのテイストも含んでいる。ストーリーの各所にメタファーや暗示を置き、 哲学や信仰というテーマも表現している。従来の CG にはないワイヤーアクションやバレットタイムなどの VFX を融合した斬新な映像表現は映像革命として話題となった。1999年のアカデミー賞では視覚効果賞、編集賞、音響賞、音響編集賞を受賞。トーマス・アンダーソンは 大手ソフトウェア会社のメタコーテックスに勤めるプログラマーである。しかし、トーマスには、あらゆるコンピュータ犯罪を起こす天才ハッカーネオという、もう一つの顔があった。平凡な日々を送っていたトーマスは、ここ最近、起きているのに夢を見ているような感覚に悩まされ、今生きている、この世界は、もしかしたら夢なのではないかという、漠然とした違和感を抱いていたが、 それを裏付ける確証も得られず毎日を過ごしていた。ある日、トーマスは、起きろ、ネオ、ウェイクアップ、ネオ、マトリックスが見ている、ザ・マトリックス・ハス・ユー、白ギについて行け、ホロー・ザ・ホワイト・ラビットという謎のメールを受け取る。ほどなくして、トリニティと名乗る、謎の女性と出会ったトーマスは、トリニティの仲間のモーフィアスを紹介され、あなたが生きている、この世界は、 コンピュータによって作られた仮想現実だと告げられ、このまま仮想現実で生きるか現実の世界で目覚めるかの選択を迫られる。日常の違和感に悩まされていたトーマスは現実の世界で目覚めることを選択する。次の瞬間、トーマスは自分が培養層のようなカプセルの中に閉じ込められ、身動きもできない状態であることに気づく。鳥に来たちの言ったことは、 真実で現実の世界はコンピュータの反乱によって人間社会が崩壊し人間の大部分はコンピュータの動力源として倍されていた覚醒してしまったトーマスは不良品として廃棄されるが待ち構えていたトリニティとモーフィアスに救われるトーマスはモーフィアスが船長を務める工作船ネブカドネザル号の仲間として迎えられハッカーとして使っていた名前 ネオを名乗ることになった。モーフィアスはネオこそがコンピュータの支配を打ち破る救世主であると信じており、仮想空間での体の使い方や憲法などの戦闘技術を習得させた。人類の抵抗軍の一員となったネオは仮想空間と現実を行き来しながら人類をコンピュータの支配から解放する戦いに目を投じていく。マトリックスはラテン語の母を意味する マターから派生した語で、展示て、母体、基盤、基質、そこから何かを生み出す背景などの概念を表す。本作では、コンピュータの作り出した仮想現実をマトリックスと呼んでいる。ロケーション撮影は、シドニー、オーストラリア連邦で主に行われた。作品は、ウィリアム・ギブスンから、香港のアクション映画や日本のアニメまで様々なものに影響を受けた上で、 特にジャン・ボードリアールの哲学を基調としたと、ウォシャウスキー兄弟は語っていい。ギブスンはマトリックスを、間違いなく究極のサイバーパンク芸術品と絶賛してる。マトリックスという言葉自体は、ギブスンのニューロマンサーにも見られ、ボードリアールの著書、シミュラークルとシミュレーションの中にも掲げられており、これが出所となったという見方もある。作中では、 ハードカバーのボードリアールの本が映るシーンも見られ、2作目からボードリアール本人をアドバイザーに迎える計画があったが断られたという。ボシャウスキー兄弟曰く、脚本の大部分はレイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのウェイクアップを聞きながら書き上げたとのこと。映画でもエンディングテーマに起用されており、そのバンド名やその活動自体がまさにマトリックスの世界そのものとされている。 2000年に発売された DVD は3種類のパターンの DVD が順番に発売された。3種類ともジャケットのパターンが異なる。コメンタリーはケン・ウィルバーとコーネル・ウェストが担当。コーネル・ウェストは劇中に出演もしている。当時はまだ DVD プレイヤーが普及する前で日本全国でも十数万台しか再生機器が流通していない状況であり。 今作の DVD は同時期に発売された PS2 の売り上げに大きく貢献。一気に100万台以上再生機器が発生したことになる DVD プレイヤー普及となるキラーコンテンツの一つとなった。以前の DVD はメインメニュー画面が4、3だったが、この映画の DVD 発売を境にメニュー画面も16、9となり、ワイドテレビ対応になった。 これらのうち2種類を購入した人を対象として、抽選で2000名に、特製ケース付きオリジナル IC テレホンカード、全3種類のうち1種類が当たるキャンペーンが行われた。プログラミングの場面で、縦書きの裏返いた、半角金や中音符号が登場する。これは、日本人のスーパーアバイザーが、日本の PC では、縦書きでプログラミングしているとおっシャウスキー兄弟に、 嘘を言ったのが原因。バイザーの名前は現在も伏せられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。